ってるの。それ挿し木のやつでしょ。すごくない？ただつけただけでしょ。そう、すごいよね。あの時期がね、5月6月じゃないとダメ。え、それってもう刺さってるじゃん、うん、だから芽が出てるからもうこれ大丈夫。時期が今はね、もうお母さんも一緒来る。あまりだよね、生徒さんだもんね、うん、でも木をくれるってどんな風に持って帰ってくればいいんだろう。普通の土じゃダメなんだ。そのローズマリー普通の土に植えたんじゃないの？あ、違うんだ。いいでしょ。うん。すごいよね。それとも、あの、つるむら先持って行ってあげる？いやるかな。あ、もうポットごと？あれごと。でもしないよね。もう枯れるもんだって、外に置いたら。めんどくさいでしょ。食べれるの？あ、食べれるよ。いちご今売り出してない？売り出してる。何よ。早いよね。あれ春なのにさ。正月に実が当たるのと、今度4月に実がなるの。いちご？そうだよ。この場合で山のいちごはもう実がついてる。この感じがいいな。朝の9時半からビチッと入ってるの。じゃあ平日よ。平日ね。うん、平日はいいよこれ。平日この感じ。9時半から。お母さんを捕まえるとか。そう。学生さんが学校から。平日休みの大人もいるんだけどね。なんでだろうな。ほらすごくない？はい、どうぞ。よいしょ。さあ、じゃあもうそれを告げようか。え、お前に告げるの？だってしょうがないじゃないもん。そうだけど風呂に直接とりあえずは水を入れない。いや、そんな風呂の残り湯にぶっ込むっていう。だってバケツがないよ。バケツあそこに。じゃああるけど、もう大きさがよ、うん、いいよ。あ、お風呂に。あ、そんなのを取ってます、取ってます。やめて、取ってます。いや、本来は水、あのバケツ知ってるよ。ないからね、これを風呂をバケツと見立ててるということで。かわいい。25日まででしょ。やばくない？本当にやばいよね。年賀状書かないとね。書いた？どこ置こうかこれ。はい。私もと取ってじゃあ。うん、外側？外に置くの？ゆっくりやんないとね。うん、ね、うん、かわいい、かわいい、きれいと思う。氷がいい。
つかない。どうも、すずです。チャンネル登録をまだしていないそこのあなた、チャンネル登録よろしくお願いします。この人の15年間ローマで結婚していたけど、なんか知んないけど別居して15年ぶりに日本に帰ってきた40歳のこの人の日常をね、見ることができてしまいます。あなたもそう、目撃者なんですね。なんか始めてるういうい体操、皆さんこれういうい体操ご存知ですか？なんか頬のたるみ、ブルドッグラインみたいなのが出てきてるんじゃないかなっつって最近ね震え上がってるんですけれども、このういうい体操を気がつけば毎日やっております。動画にね、こうやって毎日動画上げてるから、そのうちあれ、すずさん顔がシュッとしたって思ったら、それはういうい体操のおかげなので、今度これ動画に1本まとめてみようかな。ういういの他にも、舌出して上にしたり下にしたり横にしたり、いろんな形にして、何しろこの口の周りの筋肉をねほぐして、力を入れて筋力をつけていくっていう魂胆です。あのいいのよ、引き締まれば、引き締まったらシュッとして若く、まあ若く見えなくてもいいけれども、ブルドッグラインは解消されるんじゃないかと信じてやっております。これついに手まで出したね、ういういですよってこっちも見たね。そんな感じです。チャンネル登録まだの方、もう一回言うよ、チャンネル登録まだの方よろしくお願いします。あ、そうだ、娘なんですけれども、先日高熱を1日出してからというものね、その後ね解熱剤使ってなくても熱が上がらなくなったので、このまま行けばまた本調子に戻っていくんじゃないかと。じゃないとさ、冬休み全部ね風邪っていうのは困っちゃうからね。みんなもお体お大事にして過ごしてくださいね。